ハレリアー皆さん、こんにちは。素晴らしい御言葉の時間です。今日はイエス様について基本的な話をします。今日は特に三つの話をします。まず一つ目の話。イエス様は何のために来られましたかイエス様は アダムの堕落によって壊れてしまった神様と人間の関係を回復するために来られましたイエス様はどういう方なのかある人はキリスト教の教祖だという人もいますまたある人は2000年前に生きていた人だという人もいますしかしイエス様に対する深い理解は 旧約聖書創世紀、アダムと関連させてみるところから出発します。もともと人間は神様と通じていた存在でしたが、アダムの時にその関係が崩れてしまいました。それを再び立て直してくださったのがイエス様だったんです。創世紀2章の17節には、 神様がエデンの園を作られて、そこにアダムとエワも作られて、神様は二人に御言葉を与えたと書いてあります。あなたは善悪を知る気からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。という言葉が書いてあります。それは聖書に初めて出てきた言葉です。この死ぬ。 という言葉でアダムとエバがとって食べてはいけないと言われたその実を食べてしまったことで神様はアダムとエバは死んだと言いましたしかし実際聖書を読んでみるとアダムはその後930歳まで生きました死んだと言ったら肉体が死ぬと思ったけれど実際その後も 生きたということを考えると死ぬというのには別の意味があるということが考えられます死ぬとはどういう意味かというと神様に言われたことをしなかったことを死んだとみなしたということです神様との関係が切れたことが死んだということです関係が切れたことを 死んだとみなしたわけです。切れたからそれを取り戻すのに4000年かかりました。コリント人への第一の手紙15章の45節を見てみると、最初に、あ聖書に、最初の人アダムは生きたものとなったと書いてある通りである。しかし、最後のアダムは 命を与える霊となったと書いてありますつまりイエス様はアダムの時に崩れたものを最後のアダムとなって立て直した指名者ですそのために使わされた方ですイエス様が最後のアダムとして来られてイエス様が再びそれをすることになりました アダムから始めて、旧約4000年間は、メシアを迎えるための、キリストを迎えるための準備期間です。旧約聖書の4000年間、神様は預言,者たを預言者たちを通して続けて、再びメシアを使わすから、そのメシアを信じて生き返りなさいと続けておっしゃいました。そして、 アダムの時からきっかり4,000年後に最後のアダムとしてイエス様が来られましたイエス様は神様とつながっているから神様からすぐに話を聞いてその聞いた話を伝えましただからみんなは聞いてびっくりしました誰でも神様の声を聞いて話したらそれを聞いた人はみんな変わります 人は変わるんですイエス様は救い主となってアダムがしようとしたけどできなかったことをイエス様が絶対的な条件を立てて神様を愛し通じるようになりましたそれではそのアダムがしようとしてできなかったこととは何か イエス様が神様の前で立て直した条件とは何かそれはまさに愛の条件ですそれでイエス様はおっしゃいましたマタイによる福音書22章の37節から40節を見てみるとこのように書かれていますイエスは言われた心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよこれが 大切な第一の戒めである。そして第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの2つの戒めに立法全体と預言者とがかかっている。とおっしゃいました。これがアダムができなかったことです。イエス様が行って実現しました。イエス様は アダムができなかったことを成し遂げて神様とも一体となってご自身を信じて従う人々も神様につなげてくださったんですだからイスラエル民族に新しい歴史が起こって数万の人が集まってくるようになりましたコリント人への第一の手紙15章22節を見てみるとこのように書かれています アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じようにキリストにあってすべての人が生かされたのであると書いてありますこのようにしてイエス様はアダムの堕落によって壊れてしまった神様と人間の関係を回復してくださったんですつまり私たち人間を神様につないでくださいましたイエス様は 神様と一体になった人ですそのイエス様が私たち人間と友達のように近くしてくださったことで私たち人間もみんな神様の近くに進み出ることができるようにしてくださったんですまさにアダムの時に死んだ霊魂を生き返らせてくださったということですこれが 何のためにイエス様が来られたのかまず最初に私たちが知るべきことです。2つ目の話それではイエス様はどのようにして私たち人間を神様につないでくださいましたか神様と私たち人間の忠保者となってくださったということですつながるためには 忠保者が必ず必ず要です。では、中保者とはどのような立場か。神様が人間に望むことは人類の代表となってやって差し上げたしまた人間が神様に求めることは神様の体になって全てしてくださいました。テモテの第一の手紙2章5節を見てみると「神は唯一であり、 神と人との間の忠保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスであると書いてあります。イエス様は神様の御言葉を持ってきて伝えてくださいました。神様の体となって伝えてくださったんです。そしてその目的は私たち人間を神様につなげるためです。イエス様は鮮明に権威を持って教えたし、 天国があることとその天国に神様がいらっしゃるということをはっきりと教えてくださって人々が神様を感じられるようにその心で深く感じられるようにしてくださったんです喜びと希望を心に与えてくださいましたそしてその御言葉を聞いて信じた人たちは心が変わり生活が変わり望みを持ってイエス様に従いました 病人と苦しんでいる人たちを慰めてくださり癒してくださりながら一緒に祈って治してくださいましただから人々はイエス様を神様が遣わした救い主であると一層信じて従うようになったんですそこに愛の神様の臨在を感じたからです三つ目の話です では、イエス様の。中歩者としての特徴はどのようなものだったでしょうか。イエス様は。いつも共にしてくださり。近くしてくださったということです。これが。すごいことなんです。え、当時。イスラエルは。徹底した階級制度がありました。祭司長は聖書にもよく出てくる祭司長は。 モーセの兄、アロンの直径にあたる人でないとなれなかったんです。努力して頑張ってなるものでもないし、人脈を使ってなれるような立場でもないんです。生まれた時から血筋によって決定づけられるものでした。そしてその下にも、祭司長たち、レビ人たち、律法学者たちなど、いわゆる指導者たちが1700人ほどいました。 その一方で4,000年の伝統もあるから大多数の一般人たちとこれら指導者たちとの接点はほとんどありませんでした日々のルーティーンも異なるし人間関係も完全に分離されていたし住む世界が全く違っていたんです指導者たちはとにかく偉い人で接することもできませんでしたそしてさらにその上に 君臨する形で神様の姿をイメージしているそういう状況だったんです。だから神様の世界でありながら神様を近くに感じることができなかったしその状況を変えてくれる人もいませんでした。まさに霊魂が乾ききっていた状況でした。そんな中指導者としてイエス様が 人々と近くにしてくださったというのはこれは本当にすごいことです当時の文化ではありえないことだったんです全く常識外れでした彼らはイエス様の中にそんなイエス様の中に何を見たのか彼らは極限まで近く接してくださるイエス様のその姿を通して神様を見たんですああ これほどまで近くくにしてだださる方だったのかと感激したんですイエス様は人類を救うために来られました共に食べ共に寝て共に生活をしながら弟子たちや酒税人たち娼婦たちそして人間扱いではなく獣扱いされている人たちと 世の中に世世の世に見捨てられている人たち希望がなく貧困の中で飢えている人たち病気で苦しみを受けている人たちその人たちの友達になってあげ愛の相手になってあげて救いのため命の御言葉を伝えながら神様を感じられるようにしてあげたし信じるようにしてあげたし救いを与えてこられました。 聖書を見てみるとイエス様のこの言葉遣い言葉遣いが大きいんです。友よ友よともようともようとこういうふうに口調で言葉遣いを持って話しかけるところがたくさんあります。これもまた本当に旧約聖書の観点では考えられない指導者像です。あある人にには親になってあげ ある人には友達になってあげ良き理解者になってあげましただから人々はみんな苦しみを受けているそのところから出てきて健康になって自由の霊魂の体になるようになりました霊魂と体になるようにしました今でもイエス様は変わりません私たちの目には見えなくてもイエス様を呼んでその名前を呼び求めれば 一瞬にして来られて働きかけてくださるし来なくても隣の人を通して助けさせたりまたは本人が悟るようにしてさまざまな問題困難,難に打ち勝つようにしてくださり数千数百の方法で助けて行いますどんな環境の中でも助けてもらったなら小さいことも大きいことも 全部大きいことだと思って悟らなければなりません誰が助けてくださったのかをはっきり認識するときにそのありがたみがはっきりと心に感じられますその環境ではその環境で助け共になさるということを私たちは知らなくてはいけません例えば一人で夜道を歩く時 必ずしも誰かを送ってあげる、送ってあげて助けるのではありません。その環境に人を送ることができない場合は、本人の心を大胆にしてあげることで助けるし、また、天使たちも同行して助けるようになさいます。またある時は、そこにいる人を通して助ける場合もあるし、ある時は、その心に。 私があなたと共にするから恐れるなとそのように力強くおっしゃるときもありますとにかく近く近くしてくださることが中歩者としてのイエス様の特徴です最後4つ目の話をして見言葉を締めくくります イエス様ががくださった希望の約束がありますイエス様はすべてを語ることもできないままこの世を去っていかれました。迫害が多かったからです。万民の罪を背負って十字架の道を行かれました。そして最後に一つだけ言い残していったことがあります。それは、再び来るという約束です。イエス様はおっしゃいました。 私の父の家には住まいがたくさんある。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。 とおっししゃいましたこのイエス様が最後に言い残した「再び来る」という約束が希望になりました。そしてその希望が信仰になったんです。その希望を持って神様の歴史はここまで来たんです。信仰は希望だとおっしゃいました。希希望望がが信信仰仰です信仰の中に希望があるし 希望の中に信仰があるんです皆さんみんながイエス様の愛と恵みに満ちることを祝福しますお祈りします愛する神様心から感謝いたしますもともと私たちは神様のことを知らず聖書もわからず御言葉も学ぶことも祈ることもできなかった人たちでした 神様からたくさんの愛を受けて、様々に助けてもらい、また守られてきたのに、そのことを何も知らず、知らないから、感謝も感激もできなかった私たちでした。そんな私たちに、キリストを送ってくださって、神様の愛の御言葉を教えてくださり、御言葉を通して、神様の愛、神様の癒し、神様の働きを表してくださって、 私たちに力を与えてくださり、私たちを変化させてくださりながら、私たちを神様につなげてくださった、そのすべての恵みに感謝いたします。どうかどんな時も私たちから片時も離れず、共にしてくださる恵みに感謝します。様々な場面で助けてくださり、その都度必要に応じて働きかけてくださる恵みに感謝します。どうか 私たちの生活からこの毎日の生活から切実に願い求めること祈ること感謝が途絶えることがないように守ってください今この瞬間もさまざまな問題や悩みに苦しんでいる人たちのために祈ります過去数千回数万回と助けてくださった神様が一人一人の苦痛を全て取り除いてくださってキリストの愛と平安で 満たされることを祈ります神様の恵みに感謝しますこの祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたしますアーメン